2020年11月、緑のドッグランをかける一頭のパグがいた。彼女の名前は工藤メル。昼寝に勤しむ姿からは想像もできないその俊敏な走りに驚かされるものは多い。その走りを支える彼女の食生活に密着した。豊富な運動量を維持するため朝夕のカリカリを欠かさないメルには食事にかける流儀があった。トレイに顔を突っ込み一心不乱に食べ続けるメル。その旺盛な食欲でみるみるうちにフードを平らげていく。そしてメルは食べきったのだ。数日後、メルは再びランにいた。これからもメルの食への飽くなき情熱は続く。